お世話になります、ひとりでございます。レイドが更新されましたので、また今回はその情報を共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンは多分なんだろう、くくりがちょっとよくわかんないけど可愛い系かな。チルタリス、チラチーノ、カットロトム、コソクムシ。全然可愛い系じゃねえかあ、わかった。どれも微妙なポジションポケモンか。そう私は思っときます。大抵のレイドでそうだけどね。で、期間はいつも通り9月6日月曜日8時59分までとなっております。で、今回も色違いの確率アップしておりまして、それはドイツかというとチラチーノです。うるしい。これはいいよね、普通に。逆にコソクムシとかも良かったけど、あと普通にロトムは欲しいけどね。まあまあ悪くはないでしょう。まあとりあえず今回はね、色違いチラチーノを捕まえていきたいなと思います。はい、じゃあやり方についてはいつも通りですね。不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取ってから行きましょう。行くぜ。で、出現する場所についてはね、いつも通りどこでも出ると思いますので、今もう目の前にね、前のレイドの続きかなの状態だったんで、そのまま入れていきたいと思います。行こう。あ、来た、いきなり来た。最近さ、イベントレイドの巣穴のやつめっちゃ確率高くなってるような気がすんな。で、今回私ね、もうね、9時台から始めてるので結構時間あるので、こいつ戦っちゃいましょうか。まあどんな報酬出てくるかね、気になるところですから、レシラ見ましょうか。オッケー、来たー。いいね、こいつ。こいつ見るとあのヒロアカのあの DJ みたいなやつ思い出すな。クロスフレーム見ましょう。クロスフレーム。おお、めっちゃ入るじゃん。はい、ロトム。あ、3つ少な。バリア相手4つ星ですけど、ちょっとバリア少ないっすね。オッケー、手助けされたクロスフレーム、めっちゃ入るね。オッケー、いいぞ。ナイス、倒した。ピーポー行きましょう。普通にここは別にいいんだよ、捕まえなくていいから。捕まえさせてくれ、ちゃんと。オッケーオッケー、別にここはね、ウォーミングアップですから。よしよし、ちゃんとありがたい、ここは。はい、じゃあ報酬見ますよ。普通かな、でもいつも通り。まあわざわざやる必要もないかもしんないんだけどね。え、でも四つ星でちゃんと鎧鉱石、マックス鉱石1個ずつ出るっていうのは、なんか結局5つ星と一緒かよっていう。なんでそこ変えないんだろうって思うけどね。あとはザロクの実、イヤの実とか、まあ普通のやつかな。経験はメール3個だし、まあいつも通りでした。当然なんだけどね。まあでも稀にすごい報酬のレイドも来たりしますからね。はい、じゃあ見ていきましょう。来い。あー、 4V?あ、そっかそっかそっか。四つ星だから、そっかそっか。しょうがないか。はい、で、レベル50のロトムですね。普通の、別に特にほんと言うことねえな。特性浮遊。地面から浮くことによって地面タイプの技を受けないというね。まあ、これも普通に全部そうでしょうから、言うことないですよね。リーフストーム、悪の波動、シャドーボール、ジファンボルト。めっちゃ強い技。しっかり、もういろんなタイプの技揃ってますね。ただ、レイドでは全然強くないですよね、ほんと。で、おとなしい性格でございまして、リボンを持ってない。もう本当に、何の言うこともないポケモンですよね。じゃあもうこっからは色違いだけ目指していきますよ。はい、行くぜ。一発で来いよ。一発で来なかったら殴るよ。俺自身を殴る。おい、来い。やっぱ痛いので殴るのやめます。おーい。おい、来たー、チルタリス。でもこいつが目当てではないので、みんなで挑戦でね、オンボタンを押して、それで設定でね、一日進める例のね、日付変更バグってやつを使っていきます。私多分日付変更バグ使った人の中でも相当使ってるな、多分。そんぐらい自負してる、このバグを相当使ってるってこと。で、それで、5つ星のね、やつで色違いの確率上がってるので、5つ星の、チラチロね、出てくるまでひたすらこれ書いていきたいなと思うわけでございます。OK、来たー。ナイス。以前なんかね、夏休みレイドの時に、なんか色違いがほぼ確定で出てくるみたいな、情報があったんですよね。それはなんか、その時のレイドポケモンの種類がめっちゃ多くて、それで5つ星出てくる確率自体が低いから、色違いの確率高いみたいな、そういうパターンあったっぽいんですよ。で、今回めっちゃ早く5つ星のチラチロ出てきたんで、まあ種類がね、ほぼいないんでね、当然なんですけど、なのでこいつは色違いじゃないでしょうね、多分。超運が良くない限りは。で、出てきたら、必ず、レポート書いておきましょう。はいはい、レポート書きましょう。で、勝負ですね。行きましょう。来いよ。本当に来いよ。今回分かりやすい色だと思うから、多分。おい、もういいよ、可愛いから。許せ、許してやる。で、出なかったら本ボタンで戻っていきましょう。リセットしてね、やっていくよ。ちょっともうね、なんか暗雲立ち込めた気がしますね、なんとなく。最近運結構いい時多かったから怖いな。はい、で、リセットしたら、またね、同じことですね。みんなで挑戦やって、本ボタンで一日進めて、それで、また5つ星の別のね、チラチーノを出していきましょう。やっていくよ。おー、出てきた。連続で出てきましたね。
これは奇跡的だね。ここで運使っちゃった？もしかして。それで色違い出てこないパターン、ずっと。ここで変な無駄遣いしたが運の。いきますよ。来いよ。頼む。来てくれ。本当に頼む。たまにはいいでしょ。たまにはいいでしょ。おい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 。やだ！もう、まあまあ、しょうがないけどね。普通出ないんだよ、だって。それでリセットしていきましょう、また。はい、で、あとはね、同じ工程繰り返すだけですね。今までのやつを。もうひたすらやっていくだけです。頑張っていこう。おお、来た来た。え、早っ早っマジかよ、すげえな。今映画見ながらやろうかなと思って、もうそのセッティングにも何十分もかけてさ、やろうとしたら普通に出てきちゃったよ。嬉しいわ。え、なんで最近確率めっちゃ高くなってんの。なんかますますありがたみ薄れてくんな、これじゃあ。3体目で出るってもうマジで早すぎでしょ。じゃあダイマックス放りましょう。はい、バリアはいくつ体？4つですね。少ないですね。5つ星ですよ、ちゃんと。なんでやねん。自分の飲み物までわざわざ用意して、長期戦になるだろうなと思ったのに、一口も飲み物飲まなかったわ。まあ、ありがたいことなんだけどね。やられちった。やだー。なんか最近のポケモンさ、なんかフェアリータイプと、そうじゃないのってなんか見分けにくいよね。こいつなんか明らかにフェアリータイプっぽいもんな、私からしたら。で、ザシアンとかはフェアリータイプでしょ？どっちかと言ったら、チラチーノがフェアリータイプだろうって思っちゃうけどね。フェアリータイプの基準がいまいちわかんない。結構そういうポケモンいますよね、他にも。オッケー。これで終わりかな。はい、ありがとう。全然余裕でしたね。まあ2体倒されたけど、リピートボロー。チラチーノ来てくれよ、出るなよ。最近ここも調子いいからね。あんま出ることないからね。頼む、来い。チラチーノ来い。頼む。なんかイタリアっぽい名前だけど、チラチーノって。ま、だから来い。オッケー、来たー、イタリア来たー。ナイス、カプチーノゲット。うわー、なんかこれすごい色だよね、ほんと。マジで。なんかマホイップの抹茶の色のやつみたいな。抹茶の色なのかは知らないけど。すげー、マジ、全くチラチーノじゃない色だよね。めっちゃ好きだ、こういうの。で、経験飴 L2 個、XL1 個、ダイマックス飴2個、鎧鉱石、マックス鉱石。あ、デカキンじゃん。で、寝言、気合ダメ、剣の前。OK！ 貴重な骨もあるね。もう貴重な骨とさ、でかい金の玉落とすってもう、なんかこいつチラチーノをなんか誰か殺したろっていう、話になりますよね。なんでそれ出てくんねんつ。はい、じゃあ見ていきましょう。行くぜ、来いよ。あー、5V か。まあまあまあ、普通か。これが普通だよね。で、レベル60のオスのチラチーノですね。さっきでかい木の玉1個落としたから、多分1個しかないんでしょうけど、玉はね。で、それで、特性テクニシャンで、威力が低い技の威力を高くして攻撃できるってやつですね。これは夢特性ではないですね。おい、テクニシャンって大丈夫？ 1 個なくて。テクニシャンなの？あ、そっかそっか。弾が1個ないからテクニシャンになったっていう、そういうストーリーがあるのかもわかんないですよね。で、技がロックブラスト、スイープビンタ、種マシンガン、トリプルアクセル。でも微妙に日本語だけど、ひらがながない感じ。すごいなんか。特にでも言うことないか。で、陽気な性格。性格はいいのかな、これは多分。で、当然ね、リボン持ってないということで、ゲットしました。いいね！ハルクの姿のチラチーノ。いいね！はい、ということで、色違いチラチーノと、ロトムゲットさせていただきましたと。もうめっちゃ早く出てきたんで、すっげえ確率上がってんすかねって思ったんですけど、なんか海外のサイトで見てみたら、確率 2% みたいな感じで書いてありましたんで、超高く上なってないかもしんないですよね。だいたいいつも2時間とか3時間とか、ひどい時だと4時間5時間かかる時あんのに、30分ぐらいで終わっちゃいましたね。撮影してなければ5分ぐらいでいけますよ。5分は持ったか。まあ皆さん今何やってるか知りませんけど、まあとにかくチラチーノゲットしましょうよ。今たとえ忙しくてね、いろいろうまくいかないことあってもそれほっといてやっていきましょう。すなわち、ラチの開かないこと、一旦は忘れてチラチーノゲットしましょう。